はい、今回はですね、中国のアリエキスプレスで買った、マウスですね、マウスの、開封をしていきたいと思います。というか、まあもうすでに開けてあるんですけど、まあこういう形でね、まあ普通の袋に入ってまして、でまあ箱も何にもないです。もうそのまま出すとこういう形で、まあ、プチプチの中にですね、マウスが入ってるという感じですね。中身はこれです。はい。こういう感じのマウスでして。まあ、購入価格がですね、送料込みで、450円前後ですね。まあ、おそらくちょっとタイムセールにあったと思うんで、フラッシュ取引ですかね。まあ、普段は500円前後。みたいですけど、まあこういうマウスです。で、まあちょっとブランドがあってですね、ここにブランドというかなんというか、ここですね、ここに書かれてますけど、これですね。これね、読みにくいですけど、HXSJ みたいですね。HXSJ。まあこれ Y に見えますけど、X みたいですよ。HXSJ の、マウスですね。で、まあ、見ていただいてわかるように、ケーブルがないワイヤレスのマウスということになります。で、まあ、もう、見たままですけど、まあ、この横にね、ここに、まあ、戻る進むですね、ボタンが、ありますね。横についてると。で、これまあちょっと以前紹介した、エレコムのマウスですね。まあ握りの極みという、EXG シリーズですけど、まあこれと比べるとまあこういう感じですね。で、まあ同じようにまあここに戻る進むがあるというタイプですね。まあ今回ね、これをなんで買ったかというと、まあ、マウスはマウスで、まあ、これを今も使ってるんですけど、まあ、サブマシンというかね、まあ、メインマシンでは、まあ、こっちを使ってて、まあ、サブマシンで、使ってるマウスがね、ちょっとあんまり良くないので、まあ、かといって、まあ、サブですから、まあ、たまにしか使わないんで、まあ、そんな、高いマウスを買っても、まあ、使う頻度が少ないということで、まあ、これにしたと。まあ、ケーブル接続のマウス、まあ、USB ケーブルのマウスですね、はあるんで、まあ、別にそれでもいいんですけど、まあ、どうしてもちょっとケーブルがね、邪魔なので、まあ、特にサブマシンですから、まあ、普段は、まあ、使わないんでね、まあ、使う時だけ出してくるとなると、まあ、そのケーブルでごちゃごちゃっとしてるのが、あんまり気に入らないんで、まあ、こういう、まあ、無線式にしたと。ワイヤレスにしたという感じですね。まあ、ワイヤレスマウスも、まあ、安いやつであれば、もう少しね、安いのがあるんでしょうけど、まあ、それは、この左右ボタンとホイールと、まあ、この戻る進むがないのが、ほとんどなんですけど、まあ、これはその戻る進むもありながら、まあ、500円以下で買えるという無線マウスなんで、まあ、どうせ買うんなら、これぐらいの方がいいかなと思ったというところですね。はい。で、まあ、戻る進むがここにあって、で、これね、側面は、ラバーじゃないです。プラスチックそのままで、プラスチックそのままで、まあ、この、なんか、滑り止め的な、加工がされてるだけです。ここはね。だから、まあ、ラバーのような滑り止めはないですけど、まあ、これみたいにですね、まあ以前も紹介しましたけど、ここがちょっと穴が開いてくるんですね、削れて。ここね。というようなことはないかなと思います。まあ、プラスチックはね、そう、なかなか削れないんで。はい。で、反対側も同じような感じですね、ここ。まあ、滑り止め加工がされてるというだけですね。で、本体は、この部分ですね。まあ、ボタンは、こういう形で。まあ、音はそれなりにしますけどね。
静音ではないです。まあそれはこっちも静音ではないので、まあ似たような感じですかね。ここに分解能というか加速ですかね、この DPI ボタンがありますけど、まあこれはちょっと私は使わないと思います。で、ホイールがあるという感じですね。ホイールは、この握りの極みはこの横スクロールができるんですけど、横にチルトできますけど、これは倒れないです。回すか押し込むだけですね。押し込みは一応使えるんで、ボタンの数としては、まあ、LR と、1、2、2、この3、4、5、6。まあ、6ボタンですけど、まあ、ここは、DPI、その分解能ですかね。まあ、それしか設定できないんで、だから5ボタンかな。1、2、3、4、5ボタンという形になりますね。はい。で、まあ、裏はこうなってまして、ここにちょっとまあ字が読みにくいと思いますけど、2.4GHz ワイヤレスオプティカルマウスと書いてあります。で、まあここに足かな、マウスの足、ソールがなんか貼ってあるみたいですね。まあ一応ちゃんと貼ってありますね、ソールが4箇所。で、まあこれ今レシーバーここに刺さるんですね、お尻に穴が開いてて、まあここにレシーバーが刺さるんですけど、商品届いた時にはここに入ってました。ここに。電池室の中に入ってたんで、届いた時には、このカラカラと鳴るような状態でしたね。まあ、こっちに入れるよりも、まあ、こっちに入れた方が多分作業的に楽なんでしょうけどね。まあ、向こうの工場での話ですけど。まあ、実際こっちに問題なくパチッと入りますし、まあ、ここに入れた状態で落ちることもないと思います。落ちることもないと思います。まあ、ちょっと引き出す、まあ、ちょうどいいぐらいのテンションかな。カチッと入るんでね。こういう感じですね。電池はね、ここに書いてますけど、AAA ということで、単4ですね。単3じゃないですよ。単4、2本ですね。だ単4、2本を入れるという感じで、まあ、入れてみると、こう、2本入りますけど、そうすると、ここわかりますかね？この、今、ちょっと消えましたけど、赤い光なんですね。まあ、最近はその、ブルーの LED とか、あとレーザーですね。まあ、これなんか、握りの極みはこれレーザーですから、これは光が見えないんですけど、これは昔ながらの赤いランプですね。ちょっと電気消してやってみますけど、ちょっとライト落として、はい、こういう形で、これ赤いランプですね。ここ。昔ながらの赤いやつが光るという感じですね。はい。で、まあ、あとはね、ここにね、ちょっと見えますかね。ここ。ここにね、電源のスイッチがあるんですよ。これすごい小さいスイッチなんですけど、まあ、このオフと、オフが左ですね。で、オンで右という形でスイッチをやるんですけど、ちょっとこれが、スイッチ入れにくいですね。この部分ね。まあ、スイッチ入れやすくして、この突起を伸ばしてしまうと、そこに吸ってしまいますから、まあ、そこに吸らないということは、まあ、結局奥まってるんですけど、ここにオンオフスイッチがあります。だ使わないときはオフにするべきなんでしょうけど、まあ、なかなかマウスはね、もう、そのオンオフが面倒なんで、結局、スイッチ入れっぱなしなんですね。まあ、これも EXG シリーズですけど、ここにね、スイッチがあるんですよ、オンオフ。に、私はもうこれ常にオンのままで、パソコンの電源を切っていてもオンのままで、まあ放置するんですけど、まあこっちはもうスイッチがあるんですけど、どうなんですかね。やっぱりちょっとオフにしとかないと、電池のなくなりが早いのかもしれないですね。まあ、この状態で止めてればね、動いてないんで、まあ、よくできたマウスというか、まあ今は普通なんでしょうけど、こういう止まってる状態だと、そのセンサーもね、省電力に入るんですけど、まあこれはちょっと中国の安いやつなんで、ちょっとそのあたりはわからないですね。もしかしたらこれオフにしないと、電池がすぐになくなってしまうのかもしれないという感じですね。で、まあ締め方はまあこの手前に合わせてパチッと止めると。いうような感じで。
で、まあ、マウスで重要なのが、このセンサーの位置なんですけど、これがね、変に偏ってると、すごい操作しづらいんですけど、まあ、これはほぼ真ん中という感じですね。まあ、人の感覚として右手で持った時に、まあ、こうね、鉛筆とかを持った時のことを考えると、このね、まあ、どちらかというと、この、左かな、左ボタンの先端あたりにセンサーがあると、まあ、こう感覚と一致するんでしょうけど、これがね、とんでもないところについてるマウスがあるんでね、まあ、それはちょっとやめといた方がいいかなと思います。まあ、以前もこれ紹介して結局使ってないんですけど、MX の620ですかね、ロジクールの。これセンサーの位置こんな横なんですね、これ。だちょうど反対側ですね。だこれで言うと、こうしたら分かりやすいかな。こう変な端っこについてるんですね。こう横に寄ってるとちょっと非常に動かした時に変な感じがするんで。まあ、底面はね、全部固定だから、どこにセンサーがあろうが平行に動くと思いがちなんですけど、こう回転要素が入ってくるんでね。まあ、結構変わりますよ。だからまあこれはセンサーとして、まあこの位置は妥当じゃないかなと思います。握りの極みはこのあたりですね。はい。だから変にこのセンサーが偏ってるのは避けた方がいいです。ね。まあ大体真ん中ぐらいがいいと思いますけど。はい。で、あとですね。まあホイールの回し心地は、まあこれは悪くないです。で、カチカチというかこう、ちょっとね、こう、カタカタという感じがあるんで、これがね、全くこの、なんというかこの感覚がないマウスがあるんですね。こうぬるぬるとしたどこにも引っかからないような、あれはちょっと私は合わないんで、これはまあ緩くこう段を感じれるんでちょうどいいと思います。ただこう加速はしないですね。こう感性で自動的に回ったりはしません。まあこれは握りの極みもそうなんで、このね、この段差を感じるというか、ガタガタという感じがちょうどいいです。で、変なガタつきもないですし。で、クリック感はまあ、こんなもんかなと思うんですけど、まあ、これは慣れかと思うんですけど、握りの極みは、この指のね、まあ、指2本をこう置いた時の、この幅が非常に狭いんですね。まあ、これ M サイズですけど、でそれに比べて、こっちはね、ちょっと広いんですよ。これちょっとわかりにくいと思うんですけど、こっから見るとわかりますかね。この真ん中の方が膨らんでて、真ん中がへっこんでるんで、こう指を寄せるとちょっと違和感があるんですね。だから指を広げておく必要があるんですけど、まあこっちはちょっと狭いんで、この幅がね、結構違うんですね。だそのあたりはまあ慣れかと思いますけど、ちょっとまあ私は今のところちょっと持ち慣れてないというところと、まあ、この戻る進むは非常に押しやすい位置にあるかなと思います。まあもうちょっと後ろでもいいんですけど、ここね。ボタンもまあ、それなりにいい出っ張りの仕方なんで、まあ、ここに指を乗せてると問題ですけど、まあ、ちょっと下げて普通持つと思うんで、で、押すときだけこう上げてきますから、ここですね。うん。まあ、こう持ってると間違って押しますけど、まあ、普段下げてますから、間違って押すことはないかなと、思います。これね。はい。で、正面から見た時にも、まあ、ここにもなんか加工があるんですけど、まあ、細かい話ですけど、ここですね。この前面。わかりますかね。この上は綺麗に、このね、赤い色を選んだんですけど、この艶消しの塗装なんですよ。まあ、多分これね、長く使ってると剥げると思うんですけど、この前面は、これ見ていただいたらわかるように、スプレーがかかってないんですね、ここ。だからこの下地の黒いのがわかりますかね。まあプラモデルの塗装なんかするとこういうの出ると思うんですけど、そういうのがこの前面にはあるんで、側面はいいんですよ。ここはいいんですけど、ここですね。この前の面はまあ塗装されてないというようなところがまあ若干安いかなと思います。はい。で、まあBluetooth のあれじゃないんで、まあ普通の 2.4GHz のレシーバーというのが1個ついてるという感じですね。はい。ということで今回はまあ500円以下ですね。まあ450円前後で買えるまあ無線マウスの開封と紹介でした。